美術に関心がある人もない人もこんばんは。今日は八作先生の授業を受けています。美大に行った時も講義の授業はたくさん受けましたが、アカデミーの美術の先生は何を教えてくれるんでしょうかね。講義を受けながら合間合間でツッコミを入れていきます。まあ受けてみましょう。では本編。美術担当の八作です。よろしくお願いしますですよ。そもそも美術とは、この中のほとんどの人が卒業後その知識を忘れてしまう授業でしょう。初っ端から元も子もないことまあ事実なんだけどさ。試験や就職で美術の知識や美的感覚を問われることはありませんからね。それでは小生の授業は全く無駄なのでしょうか。きっと違います。違うと思いたいですね。あなたたち考えてみてください。美しい美しくない、その違いは何だと思いますか。色や形人それぞれ、わからない。これは悩むなぁ。人それぞれっていうのは、それ前提の話じゃんってなるのであんまり好きじゃなくて、例えばラーメンで一番美味しいのは醤油か塩か豚骨かで争ってる中で、結局ラーメンって全部美味しいよねとか言ってくるやつたまにいるじゃん。そんなのみんな分かってんの、それ前提で話してるでしょってなるので、人それぞれはね、結論としては弱いと思うんですよね。となると心情的には色や形なんですよ。っていうのも、色っていうのはどんな色でも2色の色の組み合わせで汚い色ってないと個人的には思っていて、次の3色目に何を選ぶかによって初めて綺麗とか汚いという概念が生まれると思うんです。それがある意味では個性とか美的センスとかって言われるものだと思うんですよね。で、絵画などの芸術全般は大きく分けて色、形、構図の3大要素で構成されていて、やはり人が美しいと感じる大きな要因は色や形なんじゃないかなと。でもみんなが美しいと思うものでも、中にはそれが不快に感じる人もいますよね。それは生まれた環境なのか、人種なのか、性別なのか、年齢なのか、要因は結局のところわからないので、答えは正解がないというよりはわからないが近いかな。ふむ、なるほど、そう思うんですね。いや、何、正解はありません。考えてもらうのが重要なのです。なんだよ、教えてくんないのか。先生はどう思ってんのか知りたいな。例えば道端に咲いた花をどうして美しいと感じるか考える。空の青と海の青、その違い。木々の色の移ろいに疑問を持ったり、ボールタウンの風車の動き、カラフシティの水の冷たさ。考えることで周りに存在するありとあらゆる事柄をより鮮明に、より深く感じることができます。そうね、芸術の最も原始的というか根源的な部分よね。芸術とは何かを考えた時に、俺は芸術イコール表現だと思っていて、自分が疑問に思ったり面白いと思ったことを形にして表現することが芸術だと考えてるんですよ。この表現の部分が芸術家たち個々に違うものを持ってるんだけど、根源的なものに関しては同じなんじゃないかなと。感じること、考えること、疑問に持つこと、それを突き詰めていって形にすることで芸術家たちは見えてる世界が鮮明になっていくんじゃないかな。それはきっと勉強に疲れた時、仕事で大変な目に遭った時、あなたたちの背中をそっと一押ししてくれるかもしれませんよ。ちょっと難しい話なので分からなくても大丈夫です。まあそうね、作り手じゃなくて芸術を見る側や買う側にとってはそうかもしれないですね。芸術に限らずエンタメ全般はそういう役割だと思います。とにかく美術とは、人生になくてもいいものですが、あった方がより楽しいもの。皆さんの生活に少しでも彩りを添えられたら喜ばしいです。それはそう思います。美大にいた頃は全員が美術に関心がある人しかいなかったから麻痺してたんだけど、ちょっと外の世界に出ればほとんどの人が美術への興味が薄くて、大学生の時に多くの人の人生になくてもいいもんなんだなぁと実感したのを覚えています。けど例えば出かける時にどんな色でどんな形の服を選んでコーデするかとか、作った料理の皿を選んだり彩りを考えたりするのも、ある意味では美術の基礎となる知識や技術が活かせるんですよ。八作先生の言うあった方がより楽しいものっていうのはこういうことを指すのかな。モノクロの生活に少し彩りを加えるツールと言えるかもしれませんね。次からはより実践的に美しさに触れていきましょう。おしまいという授業でした。1回目から結構奥深い内容でしたね。2回目からはこれ美術に関係ある?みたいな内容なんだけど、まあゲーム内で使える実践的な内容って意味では間違ってないかな。というわけで今回の動画は以上です。コメント欄にはどの先生の授業が楽しかったかとか書いてください。では今日はこんな感じでおしまい。お疲れ様でした。バイバーイ。